皆さんこんにちは、毛利と申します。今回は育てた植物を見ながらちょっとイベントに出す株を選んでいこうというようなそんな動画です。というのも私ですね、6月の9日日曜日にですね、ボタノイチという植物イベントに出させていただくことになりました。まあ、なのでそのイベントにですね、自分で育てている植物を出品ですかねという形でお出ししようかなと思いますので、その植物を選んでいこうという感じですね。まあ、まず最初にですね、そのイベントの概要についてちょっと説明をさせていただきます。名前はボタノイチその3というイベントですね。趣味で植物を育てている、まあ、いわゆる趣味家さんたちが出展する形の植物のフリーマーケットのようなイベントですね。開催日時は6月の9日日曜日の11時から17時までの間です。でですね、最初のこの早い時間帯、11時から午後の2時まで、14時ですねまでの間はですね、予約枠という風な形になっています。まあ、なの でそちらの予約枠のチケットは6月1日土曜日の夜8時20時ですねに PTX というウェブサイトサービスですかねで予約の開始になります。ちょっとそのサイトの画面ちょっと映しましょうかね。こちらですね、この PTX というので、なんか他のこのボタノイチ以外でもですね、ボタニカル横丁ですとか、あとはボタニカルサーカスとか、私行った時もこの PTX からの予約でしたね。まあ、なのでちょくちょく植物イベントの予約に使われているサイトだと思います。まあ、他にもいろんななんかこういうイベントの予約をしたりというのに使われるサイトのようですね。で、予約チケットの値段は500円で、まあ、ただ未成年の方ですね、お子さんは同伴が可能という風な形になってます。で、この予約枠が過ぎた後ですね、これ30分おきなので14時午後2時ですね以降はフリー入場という形になっているので、以降はチケットの予約は必要ありません。まあ、なので無料で自由に入場ができるのは14時からという風な形になってます。で、開催場所はですね、北千住駅から歩いて5分10分ぐらいですかねの場所にある千住元氷川神社っていう、読み方で合ってるんですかねそれ神社の境内で行われています。ちょっとこれも場所出しましょうかね。よいしょ、 Google マップをさっき用意してました。あ、これですね、ここが北千住駅で、ここですね、なんで歩いてどれぐらいかな、まあ、歩くと8分ってとこですね。まあ、そんな場所ですね、ここでやってます。まあ、他の情報ですね、どんな出展者さんが出てらっしゃるのかとかっていうのはですね、この右下の方にボタノイチの公式インスタのこのバーコードですね貼っておきますけど、こちらのインスタのアカウントで結構情報が発信されていますね。それじゃあ次に出店図っていうんですかね、この配置図っていうのを見ていきましょうかね。今日時点5月の25日ですね、時点で最新の情報にこちらがなってます。つい先日ですね、ちょうど左上あたりですかね、マックデザインさんが、追加になったというふうなことで、こちらが最新の情報ですね。ちなみに私はこの左上の方ですね、マックデザインさん追加されたところの一つ隣ですねに出店する予定です。見てわかる通りですね、ベストレジャーの敦也さんとの共同出店という風な形になってます。ちなみにですね、こちらのブース一緒に出させていただくんですが、敦也さんのブースではですね、敦也さんのお子さんがですね、売り子を、まあ時間限定だと思いますけどやられるらしいです。なんでもですね、サンキューカードというのを毎日作ってらっしゃるそうで、先着、何名かの方に、買ってくれた方ですねに配るというふうなことをされるらしいですね。もう他にも様々な趣味家さんが多くですね出展されてます。まあ、詳しくはボタノイチのインスタですねの方に各ブースの方々が投稿されてますので、そちらを参照ください。それと注意点
ですね、当日のとしましては、まず一つ目がですね、梱包は各自で行っていただく形になってます。そしてですね、梱包材紙袋ですね、こちら有料になってますのでご注意ください。それぞれですね、花かごですとか袋をですね、ご持参いただくのがいいかなと思いますので、そちらのご協力をよろしくお願いします。ちなみに梱包のスペースはですね、このマップ上でも右上の方に梱包テーブルというのが書いてあると思うんですけど、そちらで行っていただくような形ですね。はい。そして注意点2つ目なんですけれども、当日会場は神社です。神社の境内ですね。なのでその神社内は禁煙になってますので、おたばこ吸われる方は所定の場所でお願いいたします。そして次に注意点その3ですね、私もそうなんですけれども、他にも YouTube 等ですね、やられてる方がいらっしゃいます。なのでそういった撮影をされてることもあるかと思います。風景の一部としてですね、映り込んでしまうような場合があったりしますので、そちらはあらかじめご了承ください。もしもですね、映り込むのに不具合があるというふうなことでしたら、撮影している方にですね、お声掛けをください。じゃあ次に株選びというところなんですが、ちょっとその前にですね、株選びの方針のところですねをちょっと考えてみました。私が基本的に育てているのはどれも普及種ばかりなので、すでに持ってらっしゃる方が結構多い種類の植物ばっかりなのかなとも思ってます。なのでですね、これから植物を始めたい方とか、もしくは植物始めたてであんまり持ってないですっていう初心者の方とか、あとはもちろん植物始めて日は経ってるんですけど、まだこの種類持ってないなとか、そういうふうな方向けに持っていく小さめの苗ですねっていうふうなことになりますね。立派な現地球とか、珍しい高級株、すごい形した高級株みたいなのはもう私全然持ってないのでもう私のブースに来ていただいても、そんな大した苗はないかなっていうところですね。はい。であとですね、ちょっと制約として、私自身が車を持ってないので、そんなにたくさんの、株は持っていけないのかなというので、あとはスペース的にそういうなるべく持っていくために小さめのサイズですねの苗を持っていこうかなというふうに思ってます。どうしても輸送の制限があるというふうな感じですね。はい。ということで、じゃあ今育てている植物からどれを持っていこうかなというのを選んでいこうと思います。まずはパキポディウムですね。去年種をまいたものたちですね。こちらはエビス大国ですね、パキポディウムの。こんな感じに結構葉っぱも生やしてきてくれてて、いい感じのサイズかなというものが結構あるので、この辺半分ぐらい持ってけたらなというところですかね。そして続いて隣はパキポディウムのエニグマティカムですね。ちょっと手前の方は葉っぱ落としちゃってて丸坊主なんで、その辺は避けるとして、この辺の葉っぱつけてくれてる子たちを、ちょっと数は少ないですけど持っていけたらなというと。そしてこちらパキポディウムのビスピノーサムですね。この辺小さいサイズですけども、コンパクトにまとまってて可愛らしいかなというので、持っていけたら持っていこうかなと思ってますね。あとはオベサーですね。この辺結構数があって、合計で言うと30はないぐらいかな。20何株あるんですけど、まだちょっとサイズ的に小さいかなっていう感じですね。もうちょっと大きくなって植え替えして、一つの株に対して一つの鉢とか、そういう風にできたらいいかなと思うんですが、ちょっと、6月9日時点じゃまだかなという感じですね。もう一回り大きくなってくれたらというとこかなと思いますね。あとは続いてこちらケラリアピグマエアですね。この辺は去年の秋ぐらいですね、種をまいたものたちですね。全部で10株ちょっとぐらいかなあるんですが、この辺も、そうですね、いくつか持っていけたらなというところですね。どれだけの数持っ
っていけるのかが分かんないんで、まあ、何株っていうのがちょっとまだ正確には言えないとこですね。そしてこちらボンバックスですね。植え替えして葉っぱ落としちゃってたりしたんですけど、新たに葉っぱをこう出してきてくれてる子たちもいるんで、イベントまでに葉っぱ出してきてくれて間に合えばもしかしたら1個とか2個とか持っていけるのかもしれないし、間に合わないかもしれないですねっていうとこですね。そして下センナに来まして、この一番でかいのはちょっと横幅取りすぎてて持っていくのが大変そうなんで無理っぽい感じですね。こっちの方の手前の方のは持っていけそうな感じですね。去年種をまいたものですね。1年まだ経ってないですが、結構面白い形になってくれたかなというところですね。そしてこちらはドルステニアフォエチダですね。これも去年種をまいたものですね。イラストレーターのしごろさんから種をいただいて育てていたものです。しごろさんからもこのイベントに出しても OK というふうなのをいただいたんで持っていこうかなと思います。開根部分はこんな感じになってますね。いい感じのこのわさびっぽい感じが出てますね。コンパクトでいい感じにまとまってるんじゃないかなと思います。あとは手前ですね、こちら一昨年種をまいたパキポディウムたちですね。半年ぐらい前ですかね、冬に入るということで室内 LED に管理を切り替えてからですね、結構成長してくれた感じですね。こんな感じに葉っぱをもさもさと出してきてくれたりしていますね。それまで成長止まってたんですけどね。まあこの辺一つの鉢に3つとか4つとか植わってたりするものもあるんで、まあ、買ったら一気に4つ3つついてくるお得なパックではあるんですが、まあ需要があるかっていうところですね、この辺。この辺のエブレネームとかこう丸々っとしてて可愛らしいフォルムですね。そして上に行きまして、この辺オトンナユーフォルビオイデスですね。これも10個ぐらいあるのかな。去年の秋に種をまいたものですね。開根部分はこんな感じに育ってきてくれてますね。まあ、冬型開根なんで、これから夏暑くなるにつれて、まあ、葉っぱを落として休眠の状態に入っていくんですが、うちではまだまだこんな感じに葉っぱを茂らせてくれてますね。まあ、なんでイベント当日付近になってもまあ元気でいてくれたら持っていければなというふうに思ってます。続いてはハオルチアですね。今外管理をしているものですが、まあ、これもですね、もうトレーにぎゅうぎゅうになっちゃっていたりするので、いくつか放出しないといけないかなというところですね。まあ、こんな感じでもう鉢よりも葉っぱの部分がはみ出してしまったりしてて、鉢増し大きな鉢に植え替えてあげなきゃいけなかったりするようなものもあったり、小株がたくさんついちゃってて分解したらどんどん増えちゃうようなものもあったりするんで、この辺のオブツーサとか小株をプレスタラ90にギュギュっていくつか入れたらもうなんかすごい密度なことになっちゃってますね。この辺の紫オブツーサとかも小株つけて増えたものだったりするんで、まあ、同じ種類がいくつかあるような状態ですね今うちに。まあ、なので持っていけたらなというところ。この辺はオブツーサイクラとして売られてたものですね。めちゃくちゃ小ぶいてますね。群生してきてますね。この辺のオブツーサトゥルンカータも株元のところかなり小ぶいてきてますね。これなかなかちょっとトレーにぎゅうぎゅうで、あ、もう戻んなくなっちゃいましたねまあなんちょっとスマホを置かしてもらって、まあ、こんな感じですね。もうスペース内にかなりキチキチに植わっちゃってたりするんで、いくつか鉢を減らしてスペースを確保してあげたいなというところで、
オブツーサですとか、まあ、紫オブツーサとか、もしかしたらまあ他の品種とかもですね、まあ、持っていこうかなと思います。まあ、基本的に全部普及種なんで、値段はですねかなりまあ抑えめにいこうかなと、手に取りやすいようなそんな価格帯ですね。初めてこういった種類の植物をお迎えしようというふうな方向けにしようと思ってます。あとこちらアデニウムですね。これは私が一番最初に未生の動画を上げ始めた頃に種をまいたものですね。20粒買ってシードストックさんで買って、で20粒って言ったのにこう24粒ぐらいとか26粒とかだったかな、つけてくれるんですよねシードストックさんは、おまけでいくつか入れて、でまあそれが全部発芽して、さらに全部途中脱落なく育ってくれてたという、とても優秀な子たちですね。まあなので家にこのアデニウムが20株以上ある状態ですね。すごい丈夫なんですよね。葉っぱを環境変化とかでこう落としてしまっても、まあ、数週間するとこう新しい葉っぱを展開してくれたりという風なので元気に育ってくれる株ですね。まあ、そんな感じでこの辺の植物持ってこうかなという風なところですね。あとはもうどれだけキャパ的に持っていけるのかどうかというとこですが、まあ、金額としても、まあ、植物の初心者の方向けとか、今までこういった植物をお迎えしたことがない方向けに、まあ、普及種というふうなこともあるので、手に取りやすいような設定にしようかなと、価格設定にしようかなというふうには思ってます。はい、ということで今回の動画は以上になります。6月9日ですね、ボタンの市。興味がある方は、ぜひいらっしゃってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴いただきありがとうございました。失礼します。